髪携帯どうしたって聞けば何でもないよって言うんだ。そっかそっか気のせいかってそれで引くものか。本当に心配な追撃やりすぎはダメって習った。平気平気ありがとねってやっぱ普通じゃない。あまた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 全然違うかんじゃん。あたしに任せてね全部いっちゃえばだってなんか苦しそうじゃん。いっちゃえばそれもしんどいんだね。了解笑えるようになるまで隣に失礼してばっかな冗談冗談覚悟してかってピッピッピッてんてんピッピッピッ君の素直さ治るまでその元気を注げ届けいっぱいいっぱいうざいくらいに。追い込み携帯気にしちゃって負けだ。君が倒れちゃったらやだ。だってだって不安じゃないってこれわがままかな。一体何がしたいんだろう誰のためだろう。こうやって元気づけたりブレーキ踏んだりもうバカバカ永遠仕掛けも尽きたはずメンタル全部いっちゃえばだってなんか苦しそうじゃん。いっちゃえばそれもしんどいんだね。真っ赤な冗談召喚覚悟して。